こんにちは、土の子です。さあミートピア続きやっていきましょう。今回もアクセスキーでいろいろもらっていくよ。ホタリーナさんだね。あ、懐かしいトロ。おや、プレステ勢かい懐かしいねトロすげえな、なんか個性的なキャラがいっぱいいるぞわ、ピポザルとか懐かしいな。サルゲッチュじゃないの。え、ゲラコビッツいる。ゲラコビッツ懐かしい。ゲラあれだ、マリオ&ルイージ RPG ね。知ってるキャラがねそんなにいないかもしんないんでね。ハリケーンボンビー、桃鉄だね。これはあれかな、デジモンかな。デジモン、これデジモンもよく分かってないんでね。あら、ピエンピエンかわいいな。ちょ、ピエンもらっとこ。ゲラコビッツももらっとくか。いや、なかなかね面白いミーいっぱい作ってますね。はい、次は天然水さんやべえのいるぞ、やべえのこれちょっと使えないかな、ヒトラーこれちょっとね危ないんだよねあー、かわいいねこれ顔文字もらっとこう、かわいいから。ペニーワイズってあのあれじゃないの、なんか道化師みたいなやつじゃないの。ハッスーさんがオリキャラってことで一応もらっときましょう。さあ、ももさんは、あ、オカルトマニアいるあー、すごい目がちゃんとオカルトマニアになってる。ポケモンだね、ポケモンのオカルトマニアもらっとこう。あとは東方系か。僕ね、あの初代ミートピアで東方めちゃめちゃ使ったんでね、東方ちょ、今回はね東方あんまり使ってないんだ。同じになっちゃ良くないかなと思って。可愛い子多めだね、ももさん。次は胡蝶蘭さんおい、やべえのいるけどねなんこれおーおーおー、怖い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 。おお、ラメリーさんいるじゃん。まさかのラメリーさんミートピアやってんの。ラメリーさんは一回コラボしてますからね、僕。逃走中にも一緒に出てますよ。あ、空猫さんとか、ラメリーさんのファンなのかな？歌い手グループがあってね、確か。あ、すごい。サンジとかいるね。ワンピース。フィットトレーナー。サンジもらっとくか。いいね。こだわりを感じるサンジ。さあ、マキちゃん。おっと、これは、これ外国勢のやつかな。すっげえクオリティ。いや、やべえ、僕の青春時代にやった。僕めっちゃやった。パラパラパガル。I gotta believe! あ、メタトン。まさかの、普通のメタトンいるぞ。メタトンもらっとこう。あー、ネスもいる。すげえなー。おい、ディオいるぞ、ディオザ・ワールドウリー。やべえ、サナちゃんとかめっちゃサナちゃんじゃん、これ真正面のサナちゃん。すげえな、これ外国勢の人でしょ、これ作ったの半端じゃねえなこれ。クラッシュバンディクとか、うわ、ニンフィア、すげえそっくりあ、ナインボルトいる。ワリオよくやってたか、もらっとこう。やば半端じゃねえクオリティばっかりだなこれ。これ英語名ってことは全部外国の人が作ったやつでしょこれ。いや、それにしてもすごいわ。お、バーダック髪の毛が、あの、中途半端に作れてないけど。こんなんできんの？あ、レッドサーティーンとか、トリエルいる。トリエルもらっとこう。あー、ジュンとかかわいいね。うわー、かわいい。おやおや。村長にしましたよ、僕は。金、ガッシュ。ガノンとかすげえあら、大木戸いる、大木戸博士。すごい、みかんちゃんとかいるびっくり。あ、メタナイト
マルク。ちょっと待って、マルクもバッチリそっくりじゃんこれ。すっげえ。あ、すごい、オリバーもいる。オリバーまでいる。半端じゃねえなこれ。うわ、コスモグとかそっくりじゃん。あ、すごい、チャチャマルもいる。チャチャマルかわいいな。あ、これもあれだね、ワリオから来てる。あ、すげえ。ちょっと待って、02とか。ちょ、もらっちゃうなこれ。ゼロとか。すげえ。ダークゼロとか。ダークマターもうボスのオンパレードじゃねえかこれ。いや、すごいね、ほんと。めちゃくちゃ集めてるっていうのは本当によくわかった。アキラさんだね、これアキラさん。あ、いいね、フリスクとキャラ、あ、分かれてんの。キャラもらっとこうかな。あーし、今回も結構もらっちゃいましたね。さあ、今回はピラミッドですね。むむ、行ってみよう。早速あれかな、顔を返してもらう感じ。そうでもない、優しいゴーレム。メタトンが手助け。さんずいけ。よしぞ、天然行動。遊んでる。よし、行きますか。ほい、えいやー、から焼き。お、守った、やるじゃん。遊んでるけどね。僕は遊んでるけどね。罠仕掛けた、食らうのだ、激薬ラスコ。ほい、よーし、やりました、余裕だぜ。ピラミッド、とうとうピラミッドまで来たぞ。行くかーい。髪ないでしょ僕。ここがピラミッド、大魔王フラビーがここに。うん、多分。それに町の人の顔がついた怪物も。ドキドキする。よし行こう、任せな。何これ、マミー。よしいいぞ、激薬フラスコ、ナイス。キュ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 、きた。どちらのスイッチを入れる、うん、右。どうだ、あー、あれー。危な、危なかった。サンズの好きな人って誰、言えないよ、教えてよ、キャラも教えるからさ。別に興味ない。しらけちゃった。これで上がるのが意味わかんないんだけど。アドバイス、サンズめちゃめちゃいろんな人と仲良くなってんな。サンズにあげよう、じゃあ海行っておいで。顔赤い？え、普通に敵出んの？あら、カネピョン。バナナ食ってる。よし、大丈夫だね、お金もらえた、よかった。海の遊びといえば砂遊び、海の食べ物といえばかき氷、海の家食べたいね、かわいい。
海の家なんてあるのかな、この周りに。セイキンさんが探検してる。行くぞー、急がば急げ。なんだ、旅の疲れで険悪ムード、気をつけてよサチカさん。大丈夫、仲裁してる。マーブルいい子だね、ごめんね。まさかそっちがいい、あの仲良しになるとは。ん、お、これはキュアグレースか、シャララーン。お、モナリザに、なんか モナリザ作ってる人いたよね、顔。これモナリザをこいつにしてたらそっくりになるんじゃない、そういうこと。新しい技三河市をやる、サンズやりますね。天然コード、どっちかな、これ。おー、いいね、僕だけ食らうっていうね。お、来たぞ、やりますか、全体攻撃行こう。マーブル痛くないからね。ほらほらほら、ドバーン。よし、強い、痛かった。よし、僕は安全地帯行っちゃおうと。から焼き、僕もうボロボロよ。お、いいぞ、お馬さんと攻撃だ。うわー、やば、ふりかけで回復しとこう。僕もういいか、あとちょっとだね、もうこれ多分倒せたはず。あらー、行くぞー、いたずらフォーク、いいね、ジンバ一体攻撃めちゃ強えな。ほう、よーし、戻したね。セイキンさんの方気になるな。で、あそこが多分道だな。あ、でもどうせ後から行くから下から行くか。行くぞー。めっちゃある、調べてみよう。なんか右だけ入れない、右だけ薄いからこれだけ入れよう。どうだ、ん、残念、何も起きない。なんだよ、行くぞー、マーブルふさふさだね。ふん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 、あれ、真っ暗で何も見えないよ、左探してみよう、いるかな、いた。ね、何これ。どういうこと、僕たちなんで、あ、堪忍袋爆発、まさか、あ、メタトにだけ堪忍袋爆発しちゃった。土の子の部屋に行きたいな、ほんと？僕だった？どう？土の子の好きな人って誰？ドキ！言えないよ。じゃあ別にいいや。聞いといて？気になってねえじゃん、全然。ここには何が？行ってみよう。1 2 3 3 4、テンション上げる儀式終わり。テンション上がった今ので。ねえ、どこ撫でたいな。お、来た、KQとスージーが。うわ、結構強そうだなこれ。
縦の京急、剣の数字、あ、なんか普通にかっこいい、剣の数字って。これはやばそうですぞ。メタトンが手助け。よし、ちょっとここで安全地帯で、よしよし、いいぞ。今んとこダメージの感じはいい。これ普通にこうするか、フリスクをして、うわー硬そう。どっちがいいのかな。マイペース、よし、やる気きた。いっちゃうよー、ほーら、うむ、避けてー。うわー避けてない。から焼き、あ、助けちゃうよねー。やっぱり縦から先の方がいいかな。土の子避けてー。よしナイス。さーて、ちょっと待てよ、一旦ちょっと回復しとこう。チェ、マイペース来い。あー、よし、休憩していいよ。召し上がれ、辛い。よし、一緒に攻撃、これ強そうじゃない。やばい、やべえ。よし、強い。さあ、安全地帯から出しましょうか。こうしましょう。よし、数字があとちょっと。よし、やる気きた。これ倒せたんじゃない。いたずらフォーク、よし、いいぞ。はい、これはもう勝ちましたね。MP 削っちゃった。ほい、クールで避けるぜ。やる気だい、えいやー。よし、ナイス。ケーキをびっくりしてる目が。毎度。数字も良かったね。つくてーん。本当につくてーんに聞こえるな、これ。ふう。あれ、行き止まりだ。もしかして迷子になっちゃったかな。土の子よ、え、ピラミッドにある扉を調べよ。誰か乗り移ったぞ、おい、サンズが。なぜかここにいるとお告げが聞こえるんだ。ピラミッドパワーってやつかな。ピラミッドには不思議な力があるんだ。扉を調べれば道が開けるであろう。サンズ、恐ろしいやつだぜ。なんだっけ、降霊できるの、霊を呼べるの。なんか喋ってる。プレゼント買ってきたよ、サンズに。何が好きかな、サンズ。買ってみたよ、あげちゃえ。もらいます。なんだろう、センスねえな僕。気に入った。あ、でもなんか設計図とか書きそうだから、よかったよ、使いそうで。
サンゾ好きなメタトンがこっそり見てた。悔しい。ストッ。おら。ちょっと、イライラして堪忍袋を切れてた二人が。どうした？フリスク。ひどいことしてごめんね。またフリスクと仲良くしたい。キャラも顔ありがとうメタトン。ムカムカ終わった。よーし、関さんとこ行けるぞ。関さん何してんの？おや、君も探検かな？ならいいことを教えてあげよう。最近です。秘密の暗号だよ。スイッチ入れない、入れる入れる。覚えておくといいかもね。なるほどね。入れない、入れる入れるか。ここでしょ。分かってる。なんとなく分かったよ。入れない、入れる入れる。これで宝箱まで続くってことだ。調べてみる。入れない、入れる、入れる。オッケー。やっぱりね。関さん財宝大好きなんだから。まったく。これやるか。ペア旅行券 A クラスあるし。エナメルの翼もいいよ。おい、やめろ。 HP バナナやめろ。もうもうやらないよ。よーし、宝箱はちょっと残しとこうね、後々のために。確かそっちの方がいい気がする。そうだ。ほいほい。町の人たちをどんどん助けましたが、3つ残ってんだね。ちょっと待って、ここ一旦行ってみたい。ここ多分なんかあるんじゃないかな。行き止まりか。壁に穴が4つ開いてるけど、さっきもらった宝石でも開かないか。あと2個いるみたい。よしよし、これで戻れば OK なんだね。ちょっと失敗を見てみたかった。戻りましたね。パン。シャララーン。どこが鳴ってんの、シャララーンって。戻った戻った、嬉しいな。あれにこれをプレゼント、宝石 A。 よーし、京急。なじみあるなこの京急。いいな。ペトーン。お父ちゃん、スージー。お客さん、毎度助けてくれてありがとう。ただで差し上げます。よし、これで全部揃ったね。あとは魔人ぐらいか残ってんの。よし、宝石が全部はまったぞ。何がいるんでしょうか。行ってみよう。息が続かないよ。町の人の顔全部取り返したね。あとは魔人赤座の顔だけだ。随分奥まで来たけど、魔人の顔まだかな。この近くにあるぞよ。え？ピラミッドパワーがそう告げておる。あー、メタトンもおかしい。大魔王もいるぞよ。いるのか。大丈夫かな、ちょっと不安になってきた。大魔王もいるの。サンズめっちゃ低い姿勢で歩いてない。あっ、はははははは、またお前か。力を封じてやったというのに、本当にしぶといやつだな。んー、ふん、いでよ、古の王の仮面よ。
はい。わあ、ヒャッホー。こいつは我が最強の部下の一人だ。健闘になるぞ。東の方へ飛び去った。よし、強そうだぜ。勝負。いや、怖っ。ファラオ赤座。よし、まずはちょっとキャラがちょっと弱いんだよな。行こう。キャラが攻撃したらちょっと休んでもらう。よし、いいぞ。はい。キャラがちょっと怖いんでね、あの防御力が弱すぎる、正直。いたずらフォーク、いたずらフォーク、いいぞ。よし、ナイス。さあ、呪いをかけた。呪いにかかった土の子ファラオ、よけろ。うーわ、いって、じゃ僕ファラオになってる。まずいなこれ。僕の顔がファラオ直そう。なんで技使わないんだろう。直れ。よしよし、発火剤つけて。えいや、うーわ、いって、痛すぎ。なるほどね。たずらフォーク、よし。呪い誰。はい、ファラオ。じゃあメタトンがこうなって、ふん、バグクラッシュ。まだ大丈夫だよね。いたずらフォーク、はい、よし、これで治った。よし、赤座の攻撃来る、避けて。あー、これはちょっと HP 回復しなきゃダメか。安全地帯、おし、いけ。サンズナイス。いけ、よし、ナイス。攻撃はするんだ。お、僕ちょっと行ったぞ。あの技が使えますね、これは。僕のとこに来たから使えますよ。ジンバ一体攻撃、ファラオ。痛くないからね、プシュ。何回見ても楽しいこれ。ほら、うん、よーし、ナイス。弱点を攻める。さあ、これはこうして、あ、誰だ。あー、おいらファラオ。あ、ちょ待って、王様くざさあ、ちょっと待って、やめろ。最悪、最悪なことしてくれたぜ。いやー、直さなきゃダメだよな。まずいね、これ。いやー、まだまだ結構あるぞこれ。いたずらフォーク、
よし頑張れ。やばい。よし、これでこうして、サンズにいいとこ見せたい。バグクラッシュ、僕はいたずらフォークでもうちょっと命のふりかけ使う。おい、やられたら呪いがファラオにかかった。避けて、これバナナとかあげられたら困るから。まだ攻撃はされないはず。回復料理で自分が食べると。まあオッケーオッケー、いいとこ見せたい。よし、ファラオなれ。よし、じゃあ僕が安全地帯入ってちょ回復しようか。オッケー、よし、添い寝まで来た。これはありがてえ。攻撃来るでしょ。よし、いいぞ。どう、もう一回クールで避けろ。よし、ナイス。あー、戻るべきだった。いや、もう終わるはず。いくぜ、いたずらフォーク。わーい、よし、ナイス。勝ちました。つくてーん、汗かいちゃったよ。エナジードレイン。いやー疲れたね。おや、シャッターチャンスは逃さない。私、旅をさせ、旅する写真家リンクです。お売りしましょうか、シノコファラオ。いいっすね、買います。お買い上げありがとうございます。買っちゃった、思わず。ファラオの顔が良かったから。寝るときは謎の物音、耳元でささやかれても目を開けないこと。この部屋怖い。ピラミッドパワー、さあこれで一体どうなるんでしょうかね。時間もね、1時間を過ぎたことなので、今回はですね、ここら辺で終わっていこうかなと思います。次回は魔人赤座の顔を戻したら一体ストーリーはどう進んでいくんでしょうか。大魔王はね、東の方に行っちゃったんでね、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、ツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。